こちらは新大久保の、韓国グッズとかいろいろ売ってあるところです。すごい賑わいですね。本当にこう明日で、震災から1ヶ月ということになります。石巻とか気仙沼、南三陸、今もひどい状態なんですが、そこから300キロ離れた、400キロですか、東京では平常と変わらずですね、こういったようなにぎわいを見せています。そのうち、世の中が落ち着いてきたらですね、気仙沼とか石巻の方が落ち着いてきましたら、ぜひこういった皆さんに今度は石巻、気仙沼、南三陸にですね、どんどん足を運んでもらいたいと思います。やはり経済の復興というのが一番、大切ですので、日本の皆さんにですね、あと世の中落ち着いた時点で石巻、気仙沼、南三陸にどんどん来ていただきたいと思います。